あのさ、徳光、さっき飛んでた女の子誰？聞けるわけがない。幻覚がすぎる。そう、あれは幻覚。人間が飛ぶわけがない。幻覚、幻覚、幻覚、幻覚。徳光が女の子といたのが、それぐらいショックだったんだ私。お弁当作っていいかも、結局聞き直せなかったな。徳光。